皆さん、こんにちはということでですね、ちょっといつもは12時過ぎてからね、ライブ配信させていただいてますけれども、ちょっと今日はね、新しい試みで、ライブ配信をさせていただいてます。というのが、この、携帯というかスマホですね、iPhone の方からですね、こちらの方、皆様の方にライブ配信をさせていただいてます。これですとこういうふうに持ち運びはこうできてですね、いろんなとこが見れるというこんな、良さもあると思いますので、ちょっとですね、こういった携帯を iPhone でですねやることによってどうなるかということをちょっと今日はね、初の試みでございますけれどもインストールをしてですね、ちょっとやってみました。さあ、果たして、こちらの方映ってるかどうかが問題なんですけれども、皆さんどうでしょう。ちょっと待ってくださいよ。いえ、間違った。え？こうか。あ、映ってますね。はい、ライブ配信、なんかできてるようです。はい、ありがとうございます。さて、今日はですね、こちら、ポットを用意しておりますけど、何かというと、この水素茶、ね、これ、水素茶ができたもんなんですけれども、水素茶の保管方法ということで、皆さんね、案外知ってるようで知らないということなんで、少しですね、この、還元ロボでできた水素茶をどのように保管しておけばですね、水素が飛びにくい、まあ、3日も4日も、このお茶の中にですね、水素を、まあ、溜めておけるかという、そういったことを、ちょっと今日はね、ポイントをお話ししておきます。はい。まずですね、こちらの方、実際にですね、水素ができているかどうかっていうことを、確認をします。はい。これも約ね、本来は12時間程度置けばいいんですけれども、もう、12時間以上ですね、経っております。もう還元ロボをね、この中に入れて、そして、私はお茶の粉をね、バーッと入れて、そしてお茶を作りました。今回はですね。はい。はい、実際、ちょっと重いですから。はい、これね、今、水素茶を入れました。果たして水素茶ができているかどうか、この酸化還元電位でですね、調べてみたいと思います。はい、入れました。見ますかね。はい、マイナス603とかですね。606とか見えますよね。はい。あ、これの方が見えるかな。はい。マイナスですね。マイナス、だいたい580とかね。今現在そのような形になっております。ということは、随分とできてますよということですね。はい。はい。ね。見えますかね。この方が見えるか。なんか光がね、みんな入ってちょっと見えにくいかけれども、まあ、マイナス568とか、まあ、十分ですね、水素茶はできてますよということです。はい。はい。ちょっともったいないので飲みますね。ちなみに水道水だったらどれぐらいかというとですね、ちょっと、こちらの方、ちょっと、水ね、水です。あれにかけた水です。はい。見えますかね。プラス450とかね。はい。460とか。はい。こんな形でやってます。はい。ですから、水素茶はできたということですね。はい。そしたら、保管方法を教えますね、皆さん。はい。保管方法ですね。こういったペットボトルを、500とか 600cc 入ってるペットボトルを用意してください。そしてですね、このような形で、ついていきます。これがですね、なかなかちょっと大変でございます。ちょっと本当は笑顔でやらなければいけないんですけれども、真剣にですね、ちょっと、やってますと、顔が真剣になってるかもしれませんが、ご了承ください。カメラ目線もできません。
はい。もう一本ですね。もうどん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 と作っていきます。はい、もうこれ多分最後だと思います。これもうお茶のもう出がらしというか最後が入ってしまいました。はい、めっちゃ濃い粉のねお茶を作ったんで、粉でねお茶作りましたんで濃いと思います。はい、こちらがですね、見えますかね、この中に還元ロボが、うわ見えないな、見えますかね、ちょっと取り出せますね。うわべちゃべちゃです。はい、これが還元ロボですね。はい、これこのポットの中にもうお茶の中にこれを入れるだけで、水素茶ができます。ですからこの還元ロボはもうまあその食物お茶の中に入っている水素を取り出すというこういった役割があるんですよね。ですからお茶の中に、もうどんなお茶でも結構です。今回は多いお茶の粉バージョン、粉のお茶を使いましたけれども、多いお茶でも結構ですし、袋の中のお茶でもいいですし、多い茶でなくても結構です。もういろんなお茶ですね、緑茶、そして、ほうじ茶でも結構です。まあ、こういったお茶を作る時にちょうど一緒に入れてですね、そして、やっていただければと思います。その時のポイントが、だいたい36度から38度ぐらいのお湯、ぬるま湯にしとくということがポイントです。夏場はね、多少そういった、温度を気にしなくてもいいんですけれども、これからね、冬場に入りますと、冷めやすくなりますんで、そういう意味では、この保温ポット的なところで使っていただいて、これを入れてください。はい。はい、そして、こちらですね、はい、基本的にはですね、だいたい私作るのは4本ぐらいこう作ってます。はい、それでこれだいたい 600cc このね、入ります。そしてこれが500ぐらいですね。はい、その中でこのようにですね、水素茶の保管方法ということで申し上げますと、このように小分けをしてください。小分けをしてですね、そして、1本ずつ飲んでいただきたいんです。で、これ、この飲まないやつはもう冷蔵庫とか、そういうところに置いてですね、飲むお茶に限って、このような形で。で、なぜそうするかというと、この空気がですね、こういうふうに、飲むじゃないですか。ね、これ。多少はこれずっといいんですけれども、空気が入、このようにぬ、当たる表面積が多ければ多いほどですね、紛らわしい。はい。こういうふうに、空気が、当たれば当たるほど、水素が抜けやすくなりますので、できたらですね、満タン状態にしとくというのが、保管するときは満タン状態にしとくというのがベストなんです。ですから、こういうふうに放置してやるんではなくて、このちょうど中途半端なところのお茶をこういうふうに入れてやってですね、保管するとき、長時間保管するときは、このような形で、ちょっと満タンにしてですね、そして保管してやると、かなり長いことですね、3日、4日、水素がずっと持ち続けるということになります。で、このように、もう、空気にさらされる時間が長いというか、面積が大きくなりますと、水素が抜けていきますので、
そのあたりで、若干ですね、1時間2時間ではすぐ抜けませんけれども、まあ、1日放置しとけば水素がもうかなり抜けてるっていうような状態になる場合もあります。まあ、それは時と場合によったり温度とか、お茶の種類とかいろんなものによって、多少誤差は出てくるんですけれども、あの自然のもんですからね、そうですけれども、まあ、基本的にですね、このように、まあ、酸素に当たらないように保管をするということによって、長時間、まあ、長時間、長日というかね、何日間か、水素が抜けなくて水素茶を楽しむことができますので、保管する場合はこのように満タンにですね、まあ、してですね、このように満タンにして冷蔵庫、または冷蔵庫でもうこれからだいぶね、秋になってきて、温度もどういうんですかね、ちょうど塩梅良くなりますんで、そういう場合はもう外に置いとってもいいですけれども、まあ、基本冷蔵庫に置いとっていただいたら、何も抜けないで、済みます。でね、もしね、飲みさしっていうかこういうものを、あの置いとく場合は、こういうふうに横に置くとですね、まあ、空気に触れる量が、大きく面積が大きくなりますので、さらに抜けやすくなりますから、できるだけですね、空気に触れないようにするというのがポイントです。ですから縦に置く方がまだマシということになりますね。はい、はい、今日はね、そんな形で、水素茶の保管方法でございました。はい、還元ロボで作ったお茶をですね、どん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 飲んでください。私もこの夏はですね、しっかりと水素茶を飲んだおかげでですね、夏バテっていうのが、なくて済みました。はい、水素茶を飲むとですね、元気になれるとか、なんかスッとしてですね、力が湧いてくるとか、そんなことをよく聞かれますので、まあ、お客様の声としても聞いておりますので、この夏バテ解消にも、水素茶をですね、どんどん飲んでいただいて、もう体の中をですね、水素でいっぱいにして還元力の高い体にしてください。そうするとね、体が錆びるっていうのがね、こう緩和できますので、はい、はい、そんなことでございます。はい、それとね、いよいよね、もう今週に迫ってまいりました、秀樹社長、トークライブ in 香川、秀樹社長もですね、ラスベガスで、今現在レコーディングが終わったと思います。そしてもういよいよね、こちら香川県、日本に帰ってきて、その足でですね、香川県に来ていただいて、その臨場感たっぷりの公演になると思います。トークライブになります。なると思います。90億円の借金を、まあ、完済してですね、そしてっていうお話もしてくれるとは思いますけれども、もう今現在進行形で、いろんなものにチャレンジをして、人生はチャレンジと体験だということで、いろんな、チャレンジをした、それが生きる証でもあるというようなことでね、まあ、経営の話ではなくて、生き様の話というかね、そしてそうやって皆さんが生きることによって豊かさが循環し、そして、自分起点で物事を考えることによりまして、自分の人生を生きれるというような、ことのお話になると思います。まあ、日にちの方はまだ時間がありますので、よかったらお席の方もまだまだありますから、9月15日日曜日、こちら14時から16時までございますので、もしよかったらですね、こちらの方、参加してください。コメント欄に URL 置いておきますので、見てください。はい、そういうことでね、もうちょっとね、今日は日差しがありますけれども、風が秋の風になってきたかなと思います。くれぐれもですね、こういった夏バテ、にね、ならないように、こういった水素茶とか、飲みながらですね、そして、心マインドはですね、前向きに元気にやっていきましょう。はい、今日はね、新しい試みで、こちらね、携帯の方からの、ものでございました。皆さん携帯の方から、まあ、ライブ配信しましたけれども、うまく映ってますでしょうか。ちょっと心配でございますけれども、はい、映ってますね。はい。はい、一つはね、この形で皆さんに、まあ、どういうんですかね、外からでも、
ライブ配信ができるというような形になりましたので、非常にですね、心強く思っております。はい、それでは皆さんまた、元気よく今週も頑張りましょう。